小惑星対小惑星は主として火星軌道と木星軌道の中間に分布する。このほか、木星軌道上の太陽から見て木星に対して前後60度の位置にトロヤ群と呼ばれる小惑星の集まりが存在する。図の単位は光群と天文単位小惑星帯は太陽系の中で火星と木星の間にある小惑星の軌道が集中している領域を指す言葉で、 ある。他の小惑星集中地域に対して、それらが小惑星体と呼ばれるようになるかもしれないと考えられるようになった頃から、区別のためにメインベルトとも呼称されている。多くの天文学者によって同意される一般的な理論では、惑星は太陽系の歴史の最初の100万年の間に、微惑星の累積によって形成されたとされる。微惑星は度重なる衝突によって、 我々にとって馴染み深い岩の多い惑星と巨大ガス惑星や巨大氷惑星のコアとなった。しかし現在小惑星帯と呼ばれるこの地帯では木星の強い重力によって惑星となる最終段階を阻まれ微惑星は単一の惑星を形成することができずにそのまま太陽の周りを回り続けた。このことから小惑星帯は 原子の太陽系の名残であると考えることができるが、多くの観測では活発な変化が見られるため、小惑星自体は原子の状態を保っているわけではない。対して、エッジワースカイパーベルトなどに属する太陽系外縁天体は、太陽系の構成以来ほとんど変化がないと考えられている。メインベルトにおける天体の質量比、ケレスベスタパラスヒゲアエウフロシネインテラムニアダビダ。 ヘルクリーナ、エウノミア、ジュノープシケ、ウルパ、その他、創作などでは、まるで土星の間のように、宇宙空間に岩石が、びっしりと密集しているイメージで描かれることもあるが、実際には大部分は空撃である。宇宙探査機が小惑星帯を横断する際にも、重大な衝突事故を起こしたことは一度もない。現実に、宇宙探査機サイズの物体が小惑星と、ランデブーするためには、 精密な軌道計算やターゲティングが必要である。小説2001年宇宙の旅は孤独な小惑星と宇宙船の遭遇を現実的に描いている。それでもなお現在小惑星帯には何十万もの小惑星が発見されており、その総数は数百万もあると推定される。またそれ以外にも一個の純惑星と逆光小惑星。 何個ものメインベルト彗星や彗星、小惑星繊維天体も存在する。小惑星体にある天体のうちおよそ220個は直径が 100km を超え、中でも最も大きいのはケレスであり、その直径はおよそ 1000km である。小惑星体内の全体の質量は 2.3021kg であると見積もられ、それは地球の月の1、35である。 そしてその総量の1、3はケレスによって占められる。その数の多さは非常に活発な環境形成に役立ち、そのために小惑星同士の衝突は頻繁に起こる。衝突は小惑星を新しい小惑星の属を形成するような多数の小さい断片にするか、それが低い相対速度で起こるならば2つの小惑星を接合する可能性もある。 50億年後には小惑星帯にある小惑星のほとんどは現在のものと同一ではなくなっていると考えられる。太陽以外のいくつもの恒星の周囲にゴミまたはデブリからなるベルトが発見されている。ベルトの軌道半径は画像から直接測定するかベルトの温度から計算される。ありがとうございます。